福井県の30年後ということですが、まあ、特にこれは教育問題もですね、まあ、非常に将来にとって大事な問題だと思います。やはり今、いじめがね、深刻な状況になっていまして、まあ、教育問題を語るためにはこのいじめをどう解消するかということが大変大事だと思います。これはやっぱり大人の責任で解決をしていく、この点がまあ大事だと思いますし、学校は子どもを預かっている以上、そこで大事な命や子どもの安全を守るという、そういう配慮義務というのがね、まあ、必要になってくると思うんです。ですから、いじめの隠蔽とか、放置とか、そういうことはできない、配慮義務に違反するということを明確にして、教育と教育の行政に対してですね、まあ、そういったことをきっちり守る、そういうルールをやっぱり作っていくということがまずは大事だというふうに思っております。それから、まあ、教育の条件整備ですね、このためには非常に、まあ、学校の先生たち大変多忙化なので、この多忙化を解消するということと、やはり35人学級を、まあ、進めるという教育の条件整備、これもやる必要があるというふうに思っております。それから一番大事なのは学校の競争社会、これがですね、子どもたちに過度のストレスを、まあ、与えているわけです。でこれをやっぱり解消すると、でこの点ではやはり大人社会がですね、仕事ができない、あるいは仕事を辞めたのは自己責任だとかね、こういう自己責任論、などをしっかりこう解消しなきゃいかんというふうに、思います。ですから大人も子どもも豊かで安心してこう暮らせる、のびのびとですね暮らせる社会を作ることが、まあ、非常に大事だと思います。30年後は、まあ、そういう福井県を目指していきたいというふうに思いますし、雇用はですねやはり、労働者を使い捨てにするような雇用ではなくて、すべて正社員化をして労働者の権利を守る、あるいは労働者の生活の向上を守っていくですね、そういう社会を作り上げていくということが本当にこう大事だと思っています。ですからそういうことを踏まえて30年後はぜひですね、まあ、そういう福井県に、なっていくように、していく必要があるというふうに思っております。